皆さんこんにちは、マリアリです。はい、三脚がないのですいませんとしか言えないんですけれども、ちょっとノーズシャドウ今日入れすぎた気がする。マイカと今日はですね、私痩せたんじゃねっつって、痩せたんです。あの動画からですね、概要欄とあのカード、どっちだろう、私毎回わかんないんだけど、カードに入れておくんですけれども、86、87キロぐらいから痩せたんですけれども、何をして痩せたのかっていうのはまた後で三脚がある時にちょっとちゃんと撮りたいんですけど、今日は体幹をやっていきたいと思います。私サウナにハマってね、サウナでプランクをしてるんです。マジでって思うかもしれないんだけど、だから人が入ってきたらなんか何事もなかったかのようにプランクから普通に戻ってなんかあんってするんですけども、でもなんか整えるっていうことを私は今大事にしてて、ほんとストレスフルなんですよ。この間もインスタグラム見てくれた方いると思うんですけれども、もうね、ゴキブリがいっぱい出てくる夢を見ちゃったの。もうだからブイーと思っちゃって、そのぐらいストレスフルらしいのよ、夢占いだと。だからちょっと私は今精神統一、そしてあのストレスフルじゃなくストレスフリーに行きたいので、今は整えるという時間を大事にしています。で、整えっていうのはサウナに10分ぐらい入って、水風呂入って外に出て10分ぐらい、もうベンチで私はバッシャーって水かけて、もう全裸でブワーンみたいな、もう何ですか、寝るっていう感じで、それを5セットとか繰り返してるんですね。本当にそれにハマっちゃって、で、もともとやっぱ相撲とか柔道やってるからとか言いつつ、ちょっとプランク進まないでやりたいと思うんですけど、とりあえずストイックに今生きているので10キロは全然減りました。あれから86キロからは10キロは減りました。ということで今日はプランクを皆さんとやっていきたいと思うんですけれども、プランク、もうちょっと私は後ろに行けばいいのか。はい、プランクっていうのはですね、まずこの体勢になってこういう感じです。トドではないです、たまちゃんじゃないです、アリちゃんです、フワちゃんだやすみたいになっちゃったけど、こういう状態ですね。で、肘は平行です。あ、まあ前から撮った方が本当はいいんだけどね。そして足この状態でこう立ちます。で、前を向きます。この状態で30秒です。これわかるかな。で、お尻上げてもいいです。この感じ上げても大丈夫。これシュールなんだけど、結構腹筋にきます。めちゃめちゃほわー。いや、これマジでシュールでしょ。あとは、まあ、このやり方としてはこうやったりとかね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10とか、あとこういうことしたりとか、1、2、3とか、とかいろんなことをしています。とか、あとなんだろうな、寝ながらやってるものといえば、あ、そうですね、ちょうど今寝てるので、まあ、こういうのもやったりもしてますけど、こうやってやってね、こうやって、これ映ってる？はい、これがまあ瞑想タイムではあります。ヨガでいうあのなんとかのポーズ、 犬かなんかのポーズ、ダウンドッグだっけ。はあ、こんなことをしたりとかね。あとは何だろう、まあ、あとは本当にこれですね、筋膜リリースのこのゴロゴロの方、この間こういうババババっていうのを紹介したと思うんですけど、あれのゴツゴツのバージョンですね。これをやって、あ、ここになんか置いてあるから、こういう感じでひたすらやってます。これね、地味に痛いです。痛いですけど、筋膜リリースなので筋膜をめっちゃリリースそのままだけどしてる感じなので、めちゃめちゃいいです。ただあざはできます。だからちょっと私あんまりね、足にあざ作りたくないからさ、まあ、別に誰に見せるもんじゃないですけども、まあ、こうやって見せてるからさ、やっぱなんかあざ嫌じゃん、あるとだからあれなんだけど、でこれ肩甲骨ゴロゴロするのもすごく気持ちいいです。なので、これ楽天ルームにも載っけてあるので、よかったら皆さん概要欄に楽天ルーム載っけておきますので、よかったら見てみてください。はぁ、疲れた。
はい、じゃあ、はい、ということでですね、私今日は本当は体重測定しようと思ったんですけれども、怖いなと思いつつ、プランクね、本当は30秒間皆さんと一緒にやりましょうみたいな感じでやりたかったんですけれども、結構パパパーと余談もありつつ撮っちゃったんですけれども、今やったのはまあプランクと、プランクのなんだ、足バタバタするやつとか、 あれもやってる、ちょっと待って、これもやってます。こうやってやりますね、まずね。で、こういうの、これです。ひたすら足の運動。で、顔はこう上げて、おお、怖い。で、あとこう、チャリをこぐみたいにこうやって、1、2、3、4、5、6、7、8ってこうやってやったりとか、逆回転をね、こうやってやったりとかしてます。うん、あとこうやって、うおこういう感じで、1、でここに壁があるようにこうやって蹴ったりとかね、やってます。壊すだー、しんどい。こういうこれもねやってます。内ももを鍛えるのを右内ももを鍛えたかったら左足を前に出してこうやってやってます。結構ね地味なんですけどね、この運動しんど。なんか私の場合はここの皮がもう伸びちゃってるから、ここをどうにかしたいなと思って昔やってた運動を取り入れてるっていう感じがしますね。もう本当に自分の戦いです。自分との戦い、やばい、疲れる。はい、みたいな感じです、みたいな感じです結構適当なんですけれども、でもね、筋トレはやっぱり中心にやってます。はい、やっぱボディメイクが大事なので体重よりかはね。なのでまあ体重的にはまあ10キロ減ったかな、10キロちょい減りましたよっていう感じなんですけれども、今度ちゃんと体重測定と、サイズ測定したいと思いますので、よかったら見てみてください。ということで、この動画が少しでもいいなと思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ベルマークの通知ボタンもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。無理やりでした。せーの、おつわりバイバーイ、疲れたー。